これ、本物かなあフォロワー多いな本物じゃんこれどうしようかなでもあ,るあれっすかなんだっけツイキャスっすか俺んかあんまツイキャスの人だったら大丈夫な人多そうだけどあんまりフワッチ系の配信じゃんあんま絡みたくないなって人もいなくもないかもしれないから。 12位過ぎてやるあ、そんなすぐだと絶対無理っすわ。な、なんでかっていうと、あんまりルール俺完璧に知らないんで。うん。今日とかだったらちょっと無理かもしれないですよね。いや、誘ってもらいたいのめっちゃ嬉しいんですけど。今日とかだときついかも。なんか、完璧にルール知らないんすよ。なんとなくしかわかんない。うん。完食。なんか、 なんていうのルールブックっていうのが、なんだろうなんか、多分狼っていうのがいて、その狼が、なんていうんだろう <laughs> 自分は狼だって隠すみたいな感じでしょうん。え、他の人もわかんない。マジで。どうなんだろう <laughs> え、なんか、なんとなく、ほんとなんとなくっすよ。うん。 え、いけるかなうん <laughs> えちなみにど,どうやってやるんですかそれうん <laughs> なんか LINE かなんかってこと人狼メトロなんだそれあ アプリかえどうやるんだろうアプリインストールすればいいのああえなんか本当になんとなくしか分かんない <laughs> なんとなくっていうかなんかその人道ってのが一瞬流行ったのは知ってるんですよねでそれでで なんか、その、なんか、なんだろうな、な、なんだっけ、なんか、アベマかなんかで見たのかなアベマかなんかで芸能人とかやってんの、なんか、チラッと見て、芸人道ってのが流行った時が、た、多分一年ぐらい前かな、わかんないけど、あって、で、それでなんだこれと思って、ちょっと、チラッと覗いたぐらいの。そしたら、あー、特命の方お前が、お前が、お前が、アラブの席を見ると見るぞ、外枠、外枠、ありがとうございますありがとうございますそし、そしたら、あの、なんだっけ、 あの1人がなんかオオカミっていうまあなんか要するに敵役というか何て言うんだろうな人を襲う役みたいな感じになってでその人た周りの人たちはなんかそのオオカミを当てないとなんかこうなんだっけ <laughs> なんかオオカミ食い殺されるんだよね確かなんかその一晩一晩うーなん何だっけわかんないけどなんかそう何だっけなんか指名するだかなんだかみたいな確かそういうシステムがあって。 あんまわかんな,いなん,かなんそれぐらいしか分かんないんかただそれがなんか完璧にどういうシステムなのかとかが分かんない、うん、<laughs> なんとなくアベマで動画はあこういうのが流行ってるんだと思って別にルールをちゃんと理解しようともしてなかったしなんとなくでチラッとのぞいただけでだ最後まで見てないしああこういう感なんとなくこんな感じなのかなみたいな感じでなんかほの動画で飛ばしてみちゃったから 全然わかんないそうなんかそう占い師だかんだかっていうなんか役の人もいたりとかしてなんかその人がなんか何だっけなんかオオカミをなんか探る能力だかなんだかみたいなのがあるとかなんとかっていうのはなんとなく聞いたんだけどただその能力とかもどうやって発揮するとかあんまり完璧なことがわかんないのよ。うん、<笑><笑>そんななんか自分がやろうとか思ったことなかったし。 ただなんとなくあのなんていうの見ただけだからその安倍までうんなんだったら最後まで見てないしものの多分最初のなんか10分ぐらいでよなんか完璧にルールもわかんないまあわかるともしなかったんだけどそれでなんか飛ばしちゃったからねうん,んそんなレベルでできんのがねっっっっっ <laughs> あと誰が参加するんだろうっていうの <laughs> あんまなんかさあ,あんま絡みたくない人も多分いると思う、まあ、ツイキャス系だったら多分ほとんど大丈夫だと思うんだけどあ匿名の方 <laughs> お前がお前がお前がアラムの赤を見ィとドるとルソフトバクンクそんばだよしありがとうございますありがとうございます <laughs> あれ あれこの人ってもしかしてあれ違うかななんかこれ PayPay ペペ送ってくれた人っすかちょっと前に名前が多分こんな感じだった気がするんだけど違うかなうんまあ違ったらあれだけどうん <laughs> なん,かこのなんかねあそうだペ a ペ p なんか誰かリスナーから送られてきたって言ったじゃんあれってそのなんか電話番号でペ p ペをなんかこう検索できるらしいのよだかららしい <laughs> ペ a ペ p 送ってもらってるのいやだから俺がねだったわけじゃないんですよあのあのね2年前ぐらいかな二年1年ぐらいか前かなんか結構もう前にその あのまあとあるリスナーこれ名前を出したら多分嫌がると思うから出さないんだけどとあるリスナーがなんかこう配信外でこうなんか会話をしたんですよ会話っていうかそのまあ LINE ですけどね LINE のやり取りで <laughs> そしたらなんかこう慎吾さんになんかいつもこう投げ銭をしたいんだけどそのまあでもその,せその人結構投げ銭とかしてくれてたんですよなんか。投げ銭したいんだけど運営に抜かれるのが嫌だから直接渡したいみたいな,なんか話になって。 で僕もそれも、そっちの方が嬉しいじゃん。だから、あの、その人に、こう、だだだペイペイ教えたんですよ。うん。こ <coughs> の僕のアカウント ID ア,アね。で、そしたら、なんか、あのー、一人だけにしか教えてない。だから、その人にしか教えてないから。うん。で、その、なんだろう <coughs>。なんだっけな。あのー、結局、その人は送ってくれなかったんですよ。なんか、教えるだけ教えてね。 1>, で1年だから2年後ぐらいとかに経ってなんかあの最近だから本当2週間前ぐらいかな2週間前ぐらいに PayPay ペペ送ってくれた人がいてでも最初俺気づかなかったんですよ PayPay ペペとか,なんか最近全然使ってなかったしでも久々に見たらあれと思って何で残高あるんだろうと思って残高多分なくしてた記憶だったんで,で実際なかったんだけどでそしたらなんかこう3万ぐらい増えてた3万ぐらいといか3万増えてたから1万2万ってこうこう送金されててねあれと思ってこれ教えた人かなと思ったけど でもその人の人ん,ななん,んでかっていうと LINE が一回飛んじゃったから俺なんか機種変する時にうまく引き継げなくてうん <laughs> そううーんだからなんだろうその人なのかなとは思ったんだけどだ違ったっぽくてうーん多分んうんよしえかさっていうからあまあまあねそうでなんで違ったか分かったかっていうと <laughs> ああ、のねあ、そうだそまだ LINE 返してなかった、LINE じゃないや、メッセージのやつ返してなかったんだけど、その、なんだろう、PayPay ペペでこう、なんか DM 送れるのよ、DM っていうか、なんていうの、その、えー、っと、送金した人が、あと受け取った人が、その人に対して、こう、なんか、DM っていうか、なんていうんだろう、メッセージ送れるみたいなのがあって、そう、で、その機能で、なんか、そういえば確か来てたんだよね、さっき枠切った後に。 でそれはまだ返してなかったけど、まあ、返そうと思ってたんだけど枠も取らないとって思って今ちょっと夜はやるからって言ったからなんだっけそしたらなんかあの,ーそのあ「この方ですか?」って俺言ったんですよその人しか教えてなかったからそのペーペーをねそしたらその人があのなんだっけな <laughs> あのそのなんとかっていう、まあ、この名前はちょっと出せないけどなんとかって人じゃないですよみたいな。 今電話番号検索でその人の PayPayPay ペペ、まあ、ペペってその電話番号を登録するじゃんだからそれで俺の電話番号ってもうネットで検索したら出てくるから携帯番号だからその携帯番号からあの調べてあのこれ慎吾さんの PayPay ペペだっていうのが分かってそれで送ったんですって言われてあそうなんだと思ってそうなんかそんな感じうん だからなんか俺が思ってた人とはなんか違ったっぽいですね。そう。<coughs> 人現在人道確定はパルパルモモナナサトミスイマゼロワンネトプリ国王国王って人は知らんな。うん あどうだろうね <laughs> まあルールも分かんないしなあんまし完璧に <laughs> うん <laughs> いや直振りっていうけどなんかなんていうのそのもともと最初になんかそのなんていうの俺がなんか配信で昔 なんか直接もらえるんだったら俺ももらいたいよみたいなことなんかそうほら例えばなんかニコ生の配信者とかまあ多分ふわっちとかでもいたかもしれないけどニコ生配信者とかであの PayPay、ー、ペペの ID とか出して実際にこじってる人いたのよまあ例えば「ぜ肉ちゃん」とかね多分ふわっちで言っても分かんないかもしれないけど他にもなんかいたんだけどだあれの方が100%上に抜かれないじゃん。 ああいうのやってる人がいたけどあれも俺もあ,あれでな振り込まれるの振り込まれってからなあのあだけくれになったらいいよな俺もなんかもらいたいよみたいなこと多分言ってたからだと思うんだけど配信でうん、なんかそしたらなんかそのとあるリスナーの方がなんかこうツイッターの DM とかで送ってきてくれたんであラ LINE だったかなうんその前に確か LINE でつながってたんだっけうんそう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  <laughs> ふわではバンだよな。ニコ生だとね、それがバンになんないのよ。多分ぶん、ふわっちだと直接、まあ、俺は今、今、説明のために言ってるから、多分これぐらいじゃバンにならないと思うけど、別に実際、じゃあそこにくださいって言ってるわけじゃないからね。でも、あの、ニコ生だったら、がっつり、ぜい肉ちゃんっていう配信者がいて、まあ、今もうやってないかもしれないけど、あの、俺が見たときは、あの、おきし、こう、なんか、ペイペイくださいとかって書いてあんのよ。なんか、その、配信の下のなんか部分に、こう、概要欄みたいなとかあって、そこに書いてるし、しかも、配信中にも、なんか、普通に口頭で言ってんのよ。 ペーペーこっちなんでみたいなことでそれでもニコナイはバンなんないだう, <laughs> うんそううんだたぶんそういう流れだからだと思うんですけどねであの2週間前ぐらいもらった人はそもそも自分からそういうことも、まあ、多分最近言ってなかったと思うしそんな。 て、まあ、かそもそも配信してなかったからねそんなん多分配信で直近で全然言ってないですよ昔は言ったかもしれないけどうんでそれでだってもうあっちから送ってきたんだから別に、ね、全くこうなんか自分からねだってないっていうかねだるどころかそうなんかなんていうのにわすってわけでもないけどにわせたようなことを言ったわけでもないから自分からそうだから純粋に俺の電話番号を検索して送ってくれたらしくてで俺の電話番号なんかネットでいくぐらい,いくらでも出てくるからさ もうそんな何年前から公開してる情報だよってレベルだからふわってくる前のニコ生時代からも特に電話番号とか公開してたしあの携帯番号とかねで変わってないしそうそうそうそれ,それでなんかこう送ってくれたらしいのようんうんそう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 うん <laughs> だって、それはもうしょうがなくないだって。いや、もちろん僕はありがたいんですけど。なんかそこでなんか責められてもっていう感じで俺。まあ、め、俺的にはめっちゃありがたいけどね。だって別に俺狙ってるわけじゃないのに、なんか別にしかも電話番号俺公開した、元々の俺が電話番号公開したのって、別にその PayPay ペペをもらいたいから公開した公開したわけじゃないから。 電話番号を公開したらかっこいいって思ってた頭のおかしい時期があったのよ、ニコナム時代に。みんなが電話番号とか名前とか住所とか隠すから、みんなが隠してんだったら俺が出したらかっこいいんじゃね俺だけ目立てるんじゃねと思って全部公開したのよ、ニコナム時代に。しかも配信の超初期の時に。うん、そういう意図から公開してて、まさかそっからね、それがでも一回言っちゃったらネット上に残るじゃん。なんかみんながこうアップするじゃん。なんかこう掲示板などなんだいろんなところにさ、うん。で、それがまさか、 あのこう14年越しぐらいとかにそんなペ a ペ p として帰ってくるんでそんな想像もつかないじゃんそもそも14年前ペ a ペ p なんかないしそもそもが、うん、そもそもが14年前にペ a ペ p なんてないしそうん、<coughs> <coughs> 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 そう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 。<coughs> いや俺も頭おかしかったよね今今思えば本当に今考えたらマジなんかネットの世界なめてたよ本当に みんながやんないことをやればかっこいいとか目立てるっていうそういう思考からだからね完全にみんながなんか住所を一切言わないのよだから住所バレとかにみんなブルってんのよニコ生時代からでも俺思ったのいや別に住所公開するぐらい何ブルってんのこいつらとか思ってうんそんなさねニコ生の規模ぐらいでさねそんな何人がじゃあその家にいたずらだの実際来んだよとか思ってこいつらビビりすぎじゃねって思ったの うでも、あれゃさ、ケーキさん、今度差し入れ持ってっていい、今度差し入れですか <laughs> どんなもの <laughs> 物によるかなう。で、俺はそん時そう思ってたんですよ。あの、そんなブルーことなのかなみたいな。こいつらだって来ないじゃんみたいな。絶対来ないだろみたいな。いたずらとかもわざわざしてこないだろみたいな。思ってたんですよ。で、みんなが隠してるのに、俺がパッてすらって普通に言ったら、かっこいいと思ったのよ。 で本名名とかかもみんな名乗んな名乗んな人が多かったんですよほとんどがそうかニックネット上のニックネームみたいなさで俺も最初にネット上のニックネームでやったんだけどでもなんか別に本名を隠したいからとかじゃなかったんだよねただ角谷春日っていう名前でやりたかっただけで,で別に名,名前とか隠そうとかも一切なかったからもうほんと初回ぐらいの放送でほんと初期の放送でもう名前とかも本名とかも普通に言ってたし何だったら住所電話番号全部言ったのよ でなんかこう全部言ったら、超おまみたいな、お前、大丈夫なのかよみたいなコメントあったけど、まあ、そういう反応来るだろうなと思ったの、俺は。で、ここが俺の狙い通りだったんですよ。まあ、みんなが公開しないのは当たり前だよねっていうところで公開したから、まあ、そういう反応来るよねみたいな、まあ、これ、一つの面白い反応じゃみたいな。でも、まあ、別にこんなの公開しても、何されんだよみたいな、そんな、一時、嫌がらせなんかしてこねえだろうとか思ってたの。そしたら、めちゃくちゃされたからね、その後 <laughs> うっかりバレただけじゃない、これ、本当にね、まあ、別にそんなところを、あのこう、あれ、なんて言うの言って、必死になってもあれなんだけど、うっかりバレたんじゃない、俺、自分から言ったんだから、本当に。うん、全部自分から言ってるから、本当に。マジで。<laughs> バレたんじゃない、マジで全部自分から言ったんだよ。 まあでもそん時のなんだろうそん時の時代とかもあると思うようんなんかなんだろうなんか当時さもっとアングラな世界だったから今ってもう配信っていうのをなんか世間の人が認知してて当たり前の世界じゃんうんでもさなんかあのー 当時はもっとアングラ本当ん配信ネットの生配信なんて誰も知らないような世間の人は誰も知らないような空気感だったからだからってのもあると思うそんな一いちいちやってくるやついねえだろって思ったし今思えば今の多分このね俺が今この何ていうの配信が当たり前の世界になったこの環境で今俺が初配信をしたとしたらじゃあ同じくあの当時と同じくこう住所を言ったかって言ったらちょっと。 多分言ってなないいかももしん,ないもんね今はなんかそういう怖いことされるんだろうなっていう頭とかも、まあまあ、実際に体験したからいや,やらせとかもたくさんされたしだから体験したから言えてるんかもしんないけど当時はなんかそんな大したことになるわけないってもう勝手に思ってたんでうん今思えば浅はかだったけどね <laughs> 本当なんか、なんでこんなみんな住所とか電話番号とかいうのこいつらブルってんだろうって。こんなブルーぐらいだったら最近配信なんかやんないぐらいに思ってたんだよ。なにこいつら、こいつらの個人情報になんの価値があんのみたいな。<laughs> こいつらの個人情報になんの価値があんだよ。そんな個人情報とかね。 <laughs> あのいちそんな芸能人でもないやつにさそんなのに、ね、どんだけの価値があってどその住所とかどんだけのやつがなんかい嫌がらせとか実際に行こうと進んだぐらいに思ってたからうんそれは思いました本当にうんねえ <laughs> 人狼やるいやーなんか誘ってもらったの嬉しいけどねルールが完璧に分かんないしねうん なんとなくしかわからん森尾秀樹が閲覧100でペラペラうるせえお前恥ずかしい限りディスられてるほんとっすかちょっと俺森のこと通報してやんい, <laughs> いやしないけどねしないけど。 まあ、あとそれぐらいだったら別に誹謗中傷ってりあ,ある程度意見みたいなのも入っちゃってるだろうからまあそれじゃ多分バンされないだろうね多分うんいや俺詳しく知らないけどさ相性なんか火薬だるって森になんかバンされたバンされたっていうか正確に言うと火薬だるがなんか森のことディスったんだかなんだか知らないけどでそれをなんか森が本人通報でなんか英番だったんでしょ知らないまああとその累積もあると思うけどね今までのバンリレギの いやでも無理無理、そんなんで絶対バンになんない。うん、<laughs> まあ、とめど、正直そんなくだらないことやんないんだよね、森と違って。<laughs> お前さ、森ってお前やばくないマジで。申し訳ないけど。お前さんざい人のさ、悪口言ってるくせに、なんでかやくだるにば言われたらバンするのおかしくないそれ。そもそもが。それ、かやくだるが何言われたか知らないけどさ、お前それって恥ずかしいよ、申し訳ないけど。お前やってること。 思わない,い何言われたか知らないよまあ相当ひどいこと言われたんだったら話変わってくるかもしれないけど何言われたか知らないけど散々さ散々森って人のごんかいろんな人のこと悪口言っといてなんで自分が悪口言われたら通報すんのダサくないそれだったらお前も悪口とか言うのやめろよお前マジで思わないうんただ死ねって言っただけあそうなのそんぐらいのレベル うん、それは森ダサいと思うよさすがに申し訳ないけどあんま詳しく知らないから詳しく聞いたらもしかしたらあそれはしょうがないよねってなるような状況かは知らないけど、うん、それはダサいわさすがにだったらお前も悪口言うなよ、うん、あんな当たり合いみたいなことすんじゃねえよマジで本当にうに、ん、自分が散々手当たり次第悪口言っててさ自分は配信でさ それで何火薬だらけになんかちょっと悪口で死ねたかなんだか言われたぐらいで本人通報してバンサイとかダサすぎんだろマジでだったらお前もやんなよそんなうんダサいよなほんとやってることがあいつなんかでかいなんかさあーだこうだとかって人の悪口って閲覧稼いでるだけでさ人の話題でさね自分一人の力で閲覧なんか稼げねえから人の悪口って閲覧稼いでるやつのくせにさねっ で、それで、あれだよ、自分が散々人の悪口って閲覧稼いでるくせに、ね、自分が言われたらさ、本人通報してバンさせるって、さすがにダサいよ。申し訳ないけど。うん。<laughs> それはダサいわ。うん。<laughs> だったらお前も言うなよ。お前も人の悪口をよ。うん。<laughs> 通報されるってこんなんでバンになるわけないじゃん。当たり前の意見言ってんだから。 別に森に死ねとか言ってんじゃないんだからさ。当たり前のことじゃん。散々あの人人の悪口言ってんじゃん。うん。散々人の悪口言って自分が得たら通報してるまず、おかしいよ、それやってること。マジで。バカじゃねえの、本当に。お前、それでなんか深夜の帝王だからなんだか知んないけど、そんな名乗ってんじゃねえよ、マジでよ。器小さいの、本当に。小さいと器が小さいってレベルじゃないよ。自分は OK で他人はダメって何なんそれ。 何俺ルール発動させてんのマジでダサすぎんだろマジでうん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 そりゃ自分は人の悪口一切言いませんそして誹謗中傷で傷つけられました 通行しまますって言ったらまだわわかかんんそれかんのよ筋通ってんのよ筋通ってないじゃん。単に自分は他人のこと、もうなんかひっきりなしにさ、もう手当たり次第もうディスるくせに。ありえないわ。やってることマジでダサいよ、それ。やばくない,、うん、いや森の信者とか目覚ましたほうがいいよ、マジで。やってることダセえから。うん なんか「よっさんすごい」とかなんか「かっこいい」とか思ってるやついるんかもしんないけど信者とかやってることクソダサいかんねん申し訳ないけどうんすげえ古速なさ古速なやつじゃん申し訳ないけど当たり屋みたいなもんじゃんだってさいその人がさいろんな人のこと悪口言ってたらさなんだろうなんかもうこの人はその悪口がプロレスなんだなみたいなさあこの人はこんだけ人の悪口言ってるから フンフンフンいやくだらないっすね申し訳ないけどしょうもない。うん でも森は稼いでるから、まあ、そこなんだよねだから多分火薬だれが A 番になったみたいだけどさ森があんな手当たり次第いろんな人悪口言っても A 番になんないのって結局このふわっちめうが森は稼いでるから A 番させるの惜しいからっていうんで番させないだけなんだって、うん、絶対そうだと思うよ、うん、そう絶対そうだと思うそれ以外ないでしょ、うん、普通だったら あんなやつ絶対バンするからまともなサイトだったら。あんな手当たり次第にディスるやつをさ野放しにしとくのがやばくないそんなやつにさかやくだるは死ねって言っただけでさ A バンってかわいそうじゃないさすがに。いやもちろんそのね。あの それがなんか決定打になったわけじゃないと思うよ。その今までのそのカイクダの累計のね、なんかそのバンされてもしょうがないようなことを繰り返してきたからの、そういうなんだろう、累積バンっていうのもわかるんだけど、その決定打がだよ。あくまでその A にだったきっかけ、ほんと最終的な決定打が散々人の悪口を言ってる、ね、やつ、やつに、ちょっと死ねって言ったぐらいで、 本人通報されてバンされてそれが A 番の決定だってさすがにそこかわいそうだと思うわ申し訳ないけどまあそのねその以前の海賊だるがどんだけ人に他の人とかにひどいこと言ってるか知らないけどそこは別に海賊だるが悪いかもしれないけどうん何それマジでうん絶対おかしいわそれうんうん まあ知らないですよ俺別に火薬ダイの配信とかずっと見てるわけじゃないからそその今までの累積のうなんかそのバンがたまってきて火薬ダイがどんなひどい行為を今までしてきたかとか全て知らないからうそれはまあわかんないけどそこら辺はふふふふ

超えちゃいけないライン、あの人の悪口として超えちゃいけないラインでも越えてるのよあの人、マジで。あ KP どうも、うんうん。うん。ごめんなさい皇室ですかごめんなさい。ああアホがバれたごめんなさい。皇室ねいやでもわかるよそれはな何かわかる。だ天皇的なもんでしょ。 家帰らないのいやーまあそうだね分かんない配信終わったら帰るかもちょっと分かんないですけど車中泊するか分かんないけどうん <laughs> 人狼やれいや誘ってもらったのは嬉しいんですけどねまああんまり完璧ルールが分かんないのとな でも3年くらい <laughs> 年くらい三 <coughs> 年くらい前にお前と森と善逸で深夜怒鳴り合ってたの面白かったああなんかそんなことあったそうあれもう3年前になるんだ懐かしいな何かあったなその時 <laughs> 懐かしいあれもう3年経つんだええー、<laughs> 吉田まだやってんのか うん。 疲れてきたな疲れましたねうんまあ,あのネトプリ参賞ネトプリさんはね俺ね、まあ、結構好きなんですよまあ別に配信とか見てないけどね配信見てないけどなんだろうその 配信者として好きとかじゃないんですよ。うん、あの、まあ、ぶっちゃけ配信も全然見てないから、配信が好きとかじゃないんだけど、じゃなんで好きかっていうと、あの、昔ね、ちょっとあったんですよ。あの、とある女性、まあ、R さんなんですけど、とある女性を、なんかこう、まあ、キャスバーっていうところで、なんかみんなに集ま、集っつ俺行きたくなかったんだけど、なんか、 R さんを守るために行かななななきゃいけないいけみたいななんかそんの時,時にさなんかもうあの女,女あんな女って言ったら申し訳ないんだけどもう亡くなってるからねからなんかそれでなんかめちゃくちゃな行動を起こしてでも僕はあの人のことを好きでみたいなで、それがなんかもうなんかすごい変な感じになっちゃってで、周りはなんかもうなんかそこに集まってる変な人たちはなんかもう別になんか。 まあ、ちょっとかわいそうな俺みたいな感じになってたわけですよ。そのなんかこんだけボロクソなんか行きたくもないキャスバーに俺がねじゃあ R さんに来いって言われ,言われてね行きたくもないのに無理やり行って行ったら行ったでなんかボロカス言われてみたいな、まあ、はっきり言ってかわいそうな状況だったんです僕が。うん、でなんか周りのなんか集まってる園の配信者とかなんかそれ煽ったりとかなんかしたりとかもしてる人もいる中でそのネトプリさんだけは俺の味方でいてくれたの明らかに俺かわいそうだったから普通に客観的に見て。 かすげえフォローしてくれたんだよあの人だけ、うん、でも慎吾だってね本当に好きなんだからいろいろ考えてやりなよとか,とかちゃんと言ってくれたんだようんそうそうそう,そうだからあこの人ちゃんとそう配信とか関係なしに多分これマジで言ってくれてるなと思ってあれはちょっとね <laughs> そう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 だかそうらそうそう意うでちょっと好きなんですよねうそう俺それ覚えてるからマジでもう結構前だけど。 うん<笑><笑><笑>いやー懐かしいねそんなことはもありましたようん<笑><笑><笑>よしえさんが洗濯機買えと言ってたよな 洗濯機あの人って洗濯機買えって言うけど実際買うって言ったら買うなって言うからねそういう人だから <laughs> それはヨシエさんのこと何も分かってないよ俺が洗濯機壊したからお前洗濯機ぐらい買えって言うのよでも実際じゃあ買うよって言ったら買うなって言うんだようんそれはヨシエさんのこと <laughs> 何も分かってないっすえー、なんで えー、熊谷のケバブ屋行かなくなったの。あまあ、なんでって言われてもまあ、<laughs> まああんまりぶっちゃけそんな配信としても盛り上がんないし、毎回ケバブ屋でお金使ってもなと思ってきたし、あの当時は結構ね、はい、あのね、なんで逆にケバブ屋に当時あんだけ行ってたかっていうと、あれなんですよ、あの、なんだっけ、あの、なんかネタがなかったのね、ネタがなくて、 なんかできなないかなって思ってたんでですよでそんな時になんかこうとりあえずはケバブ配信で食うかと思ってなんとなく腹も減ったしと思ってそしたらケバブ屋に行ってちょっとネットの配信してるんですけど生配信してるんですけど映していいですかって言ったら「うあいいですよ」ってなんか言ってくれてでそれでなんか普通になんか話してたらなんかそんところ光るまあ今も別に好きだけど光るすごい大好きで光るの動画よく見てたんですよ。でそしたら光るがさなんかその。 あの有楽舎の店長とか、まあ、要,要するにそのお店のおっさんと仲良くなって普通にぺちゃくちゃ喋ってるだけの動画とかあと弁天屋とかねあ,あの時まだ弁天屋なかったのかなあったか弁天屋のなんか、まあ、要するにお店の店長みたいな人とかと結構仲良くなったり仲良くなってただ話してるだけの動画とか結構あの人上げてたんですよ昔今そういうの減ったけどね、うん、でそういうの見てて、まあ、ちょうどひひ光にあ憧れてたから なんかそうお店の人と仲良く話してるだけのっっぽさを出したたいなと思ったのだからあのこの人なんか配信とかも全然普通に出てくれるし普通にペラペラ喋ってくれるからあちょっと光って光チックに行こうと思ってだからなんかちょっと通いだしたんですよで光も通ってたじゃん昔その弁天屋とかあの有楽町の店長のとことかにねそうでも正直あの人って なん,かあのなんだろう有楽者の店長とか結構一癖二癖あってなんかちょっとなんか腹黒いっていうかなんていうの金に汚いようなことを、まあ、あれもキャラ、えー、みたいなこと言うんだけどでもあれもキャラとして成り立ってるじゃないですかあどうもな何これズワイガニあありがとうございますおそうそうそうだからなん,かなんていうのであと配信のネタもなかったからとりあえずこの人と話してればいいかみたいな感じでだよく通ったんですよ でもぶっちゃけなんかその喋ることはねそんな何ていうの喋ることはそんな,なんか有楽者の店長みたいな,なんか毒っぽさがなかったんですよ喋ってることは。喋ってることは結構優しい感じなんで正直それってなんか配信としてなんかこうスパイス的にあんまり良くないなと思って正直これはあんま盛り上がんないなって途中で思ったんだけど。 でもなんか、なんとなくもう、とか、他に行くことも、行くところとかもないし、配信つけながらね。で、配信とかもうつけたら、絶対俺電話されるから、あそこの人んちって電話しても気にしないでいてくれるから、だから配信しやすいってのもあったの。他のとこだと速攻電話されたら、もう速攻配信もう消さなきゃいけなくなるからね。そういうのもなかったから、行きやすいなってのもあって、それで通ってただけなんですよ、ぶっちゃけ。うん。でもなんだかんだ、その <laughs>、 あそこのケバブ焼くと結構お金使っちゃうんでケバブ食うだけで、うん、で当時結構ふわってて稼いでたから今,今に比べるとだいぶ稼いでたから、まあ、それでもまあそれぐらい経費として全然いいかと思って稼いでほしいと思ってやってたのもあるんだけど、うん、<laughs> そんな感じかな,なんか特にあの人の会話がその面白いとは思ってなかったけどなんかちょっと光を意識してたってのがある正直。 あと他にネタがなかかったから、うん、行ける店とかも配信つけながら行ける店も他にあんまなかったし、うん、そういう意味で行ってただけ <laughs> うん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  どうしよっか。<laughs> 俺最近 YouTube とかねあれだよ見てる動画ってビットコインあ上がってるまあ半減期だってもうちょっと迎えるもんねあと10日ちょっとぐらいでしょ多分予定日としてはあと10日ちょっとぐらいで半減期だもんな <laughs> ビットコインキャッシュとかは半減期迎えてるもんね確か今月の4日ぐらいだっけ今月の4日ぐらいにビットコインキャッシュは,はあのキャッシュの方だけど半減期確かもう迎えてるしでビットコインの方はあと10日ぐらいとかだその予定日が決まってるわけじゃないんだけどだいたい10日ちょっとぐらいだったけが一応予定日としては予定日っていうか,、まあ、か確実にその日ではないんだけどうんうん <laughs> 柴犬は関係ないっすねてかアイテム全然あのー、このなんだこの今一応1位になってるけどこれすっかり忘れてたの気のせいあ2位と結構下がるねギリギリで爆投げとか来るかもしんないけど2位と3万点ぐらい2倍ちょっとぐらい下がるじゃん爆投げとか来なければ1位なのかな 取れるかな、これ1位だと1万5千円だっけ賞金もらえるんでしょこれうんそら、すっかり忘れてた <laughs> もう全然イチゴアイテム飛んでない <laughs> アイテムはおろかコメントがまず来ないからな<ん>どうしようやばいアイテムないけど 総合は多分無理だと思うので。うん。<laughs> 総合っていうか、なんていうのその、一日じゃないやつといいますか。<laughs> うん。あ、でも総合も1位なんか、一応今んとこ。<laughs> でもさこのデイリーが仮に今日1位じゃなかったら総合も抜かされるってことだもんね。で俺今日しか配信してないから今日だけのポイントでなんかこれ総合1位ってことだからな。2>, <laughs> 2位が来てるのは総合の方あマジであ本ほんとだほんとだあ本ほんとだ間違った今さ何んていんうのこれ配信,配信してる人しか分かんないかもしれないけどこうなんかこう自分でスライドとかしなくても。 こうなんか勝手に動くのよこのなんか下のところのランキングがポッポッて動いてで多分ポッてなんかこうデイリーのところを押したつもりが多分そこポッてその俺がなんかこうちゃんとよく見てない間にこう多分動いちゃって総合の方にでポッて押したら多分総合の人がどっかって上がってきて勘違いしたんだあ本ほんとだデイリーの方そんな離れてるまんまだわほんまや間違ったうんほんとだわ <laughs> レイの方はまだ差がある、ね、ほんまや。ははは。<laughs> よって昔からあんな数切るの嫌だからね、あれはもう本当治んないっすよ、絶対に。あれは絶対治んないっす、もん昔からずっとあれなんで、もうあれは絶対もう治んない、まだ。 たまに更年期だ昔からなんですから若い頃なんですからあれはもう治んないです絶対にああゆえオさんやったーお前がお前がお前がアラムの席を見といてビリーツソフトバッグそんまだありがとうございますやったーありがとうございますやったぜありがとうございます <laughs> いやほんとまじあの人はやばいよほんとにうんうん <laughs> いやだからもうなんだろう本当にやばいからねうんもう本当ガチだからあれは <laughs> やばい眠くなってくるなこれお腹もいっぱいになったしお腹いっぱいになると眠くなってきちゃやばいな 一応1位だしあと20分ちょいぐらいかはやんないと最低でもやばい眠くなってきちゃうんん <laughs> 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 やばい眠くなるうん。<laughs> やばいなこれ眠くなってくるわしかもこの暗いところにいるからなおさら眠くなるのかな人ってさやっぱ明るいところよりも暗いところにいた方が多分眠くなる感じするじゃんなんか。 まあかといって、電気つけたくないんだけどね、眩しいから。あー、ええおさん、700、あれっす、あよ、7000円さん。お前がお前がお前が、あれは、席をひとつぶりに、外バッグ、そんまそし、ジャンボパフェ、ありがとうございます。ありがとうございます。うん。うん。うん。車の窓を開けて空気を入れ替える。なるほど。わ、ちょっと雨降ってるんだわ。ちょっと雨降ってるんだわ、そもそも。 ん閲覧 <laughs> まあでも俺も同じぐらいだからさうんうんうん いやでも難しいよねい,いろいろうんやべえ眠くなるこれ、はあ、寒くないっすか寒くないっすね ちななみに暖房とか一切入れてないっすよあーでも若干寒い気がしなくもないけどまあそんな耐えられないぐらい寒さ,じゃさ耐えられないぐらい寒くは間違いなくない、ね、若干肌寒い気もしなくもない、うん、これから不安もしますがどうどうだろうな <laughs> 今日は不ワっちで投げ銭すごい飛んだけど結構。 まあでもこれ絶対続かないからうん <laughs> 絶対続かないからねどうしようかなと思ってる <laughs> <laughs> まあふわもちょくちょくやってある程度稼げるんだったらやろうかなとも思うけどまあまあかといってね TikTok もじゃあ正直家でただ喋ってるだけだったら家とかこういうとこで喋ってるだけだったらぶっちゃけ意味ないんだよねあんま新規リスナーってあんま来ないからそんなんじゃぶっちゃけ TikTok でやってもとは思ってんの今いやそれはなんか人初見の人が結構来そうな配信内容をもしできるんだとしたら 圧倒的にの方が新規は入りやすいのよでもかといってそういう配信やってないからね TikTok やってもうんそれはちょっと思うかなだから TikTok いたうまみがあんまないっていうか今のところ <laughs>、うん、今のところってか今のような配信だったらかな 大関慎吾とコラボ。なんかそんな名前の人いるらしいよね。どういう人かとか全然知らないけど。なんか俺もなんかそんな名前の人がいるってちょっと噂で聞きましたよ。なんか俺と同じような名前みたいな。どういう人かあんま知らないですけど。俺とほぼ一緒やん。俺に、の名前の最初に台って入れただけじゃん。ツイキャスはもうやらないの。 ツイキャスなんか肌に合わないんだよな。なんとなく。なんかツイキャスは肌に合わない。なんか。ツイキャスだったらまだティックトックのがなんかまだ居心地いいのやってて。うん。いやもうなんか感覚なんだよね。なんか肌に合わない感じがすんの。わかる 例えばさ、洋服とか着るじゃん。洋服とか着て、なんか素材がなんかこう肌に合わない素材とかのなんか洋服着ると、うわーってなんか着心地悪いじゃん。なんか。わかるその感じ。なんか例えるんだったらそういう感じ。なんか肌に合わない。うん。なんかいててなんか、なんか違うのよ。なんか違うなって思うの。なんか俺ここじゃないなみたいな。 俺の場所ここじゃないなと思っちゃうなんかうん <laughs> なんだろうねなんでだろうななんかそうなんだよなんかツイカスってそうなんだよ俺はねまあ人それぞれだと思うよツイカスがいいって人ももちろんいると思うしまあ実際ツイカスだけでやってる人もいるだろうしさそれは多分人それぞれだからうん ツイキャスが合ってるって人ももちろん絶対いると思うしなんか違うんだよね俺俺的にはうん <laughs> 頻繁に配信するべきあーまあね <laughs> TikTok はどういった配信が受けますかフワとは全然違うと聞いたけどうーん <laughs> どういう配信 <laughs> あどういう配信って言ってもなうんんでもなんかやっぱりこう他のライ,ライブ配信サイトと比べてなんかやっぱ若い人多いと思うからなんかやっぱ若い人に受けることをやった方がどっちかっていうといいんじゃないうん 年齢層がやっぱ若いからね全体的に見たら TikTok って俺この前さあれガスト行ったんすよガスト行って飯食ってたらなんか俺の隣の席の,なんかあの多分高校生ぐらいか中学生ぐらいの子がねあの男 3, 3人かな3人ぐらいであのドリンクバーとか飲みながらたまっててでも飯も食ってたんだけどドリンクバー頼んで結構居座ってたんですよそこにいろいろ話しながらね。 あ,あ,学,生あ,るあ学生あるあるだなと思ってでちょっとなんか聞き耳を立ててたんですよその人たちの会話を。そしたら俺さこの前さ俺この前だか昨日さ TikTok ライブ見てさ誰々の配信見たんだよみたいな。で俺そのの配信者の名前も あの知らなその名前配信者のこと知らなかったから名前聞いてもねその配信者の名前までは覚えてないんだけど知らない人の名前なんか覚えないじゃんなかなかでもなんか TikTok ライブの誰々の配信見ててさみたいなこと言っててああんかこんな身近なね、まあ、俺の家の近くの一番近くの、まあ、家の近くっもあてもうの十何キロ離れてんだけどそこのなんかそんな,きなんかところで。 まあ田舎みたいなところって普通に TikTok ライブ見てるやつとかいてしかも TikTok ライブをなんかこう話題にするやついるんやなと思ってまあいるんだろうけどそれはね田舎でもうんそう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 あやっぱ TikTok ライブってすごいんだなと思ってうんまあそういうなんか小耳にこう挟むというか周りの人がリアルなリアルな人がだよまあ例えばなんかこう YouTube っていうふうに言っ,た言ってた人もいたけど うん、フワッチなんて言葉リアルで聞いたこと一度もないからね <laughs> フワッチなんてサイト名を聞いたこと一度もないからねうん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  うんなんかね俺分かったなんかよく考えたとツイキャスのなんか俺が肌に合わないところ今ちょっと考えてたんだけどまずサイトの作りもそうだよねまあそれ以外もそうなんだけどなんかサイトの作りなんだよななんか配信者の一円にもならない なんんかかこうアイテムとかあるじゃんそれをなんかこう課金したポイントで投げられたら1円も還元されないみたいな仕様もどうかと思うし、うん、なんだろうなんかそういうアイテムをたくさん投げれる環境もまず良くないと思うし環境というか仕様というか。 そこ以外でもそこ以外でもなんかいろいろ肌に合わないとかあんだけどどうしようコメント止まってきたな <laughs> どうするコメント止まってんじゃんもうこれどうすんだよコメント止まったら話せないようん世界系って TikTok で人気なんですか人気なわけないだろううん コメント拾ってくるかコメ,コメント拾ってくれたらもうちょいコメントしようって気になると思うので <laughs> 河原でホルモン薬配信してやらないですコメントがないですね藤沢などはメンバーシップ月600万だよついやばいな月600万ってやばいねすごいなそれはさすがに <laughs> うんだってこうあれメンバーシップって月多分500円とか1,000円ぐらいでしょ、うん、それをなんか大勢の人が課金してるわけじゃんなんかこう投げ銭サイトのなんかあるあるでさなんかこうたった1人の人とか2人の人ぐらいが少数,少数がドカって投げて稼げるってシステムじゃないじゃんそんな大勢の人が円円とか1000円とかかを もうだから何百人とか何,何百人よりも多いのか何千人とかそんな規模の人がさ500円だか1,000円だかをみんなが出し合ってその金額いくっていうのはさすがにそれはすごいと思うねたった一人の人の爆投げでいってるわけじゃないからそれってうんそれはえぐいっすよねそんだけ500円だか1,000円なんだろう課金みんながみんなするっていうのはねなかなかないことだと思うんで うん、それはなかなかだと思いますよ。なかなかっていうかだいぶだと思うよ。うん。尋 <laughs> 常しないのあ誘ってもらったら嬉しいけどねなんか完璧にルールも分かんないしなこのままじゃマンゴルモアになってしまう確かに。うん マンゴルモアさんもね面白かったんだよマジで当時のニコ生知ってる人は知ってる人もいるかもしんないけどあの人今じゃもう見る影もないけどあの人マジ当時めちゃめちゃ面白かったからね本当に <laughs> 配信者のカリスマといっても過言ではなかったぐらい面白かったうん。<laughs> あ今まだ人集まってなくてフリートークしてるから今のうちに質問いやあはなんかどうせやるんだったら完璧にこうルールを分かってからやりたいっていのもあるしねあとこうなんだろう配信者とこう絡むってのもな,なんかこう好き嫌いとかもあるじゃんなんかいろいろんか誰が来るか分からないところにあんま行きたくないっていうのもあるの、ね、よ大勢の人がいや寝トぷリさんに誘ってもらったのは超嬉しい俺あの人は好きだから うん、あの人はその普通に好きなんでそれは嬉しいんだけどうんマンゴルマさんって今ポーナマなんすか安男 <laughs> さんって今ポーナマなんや <laughs> またポーナマに戻ったのか まあでも戻るしかないよね、うん。だって安尾さんってもう配信でも稼げないだろうしさもうそしたらもうポーナーは戻るしかないわな。うん、なんか安尾さんはさすがに不正受給とはあんま思わないかなこれ。いやなんかもう明らか見ててなんか普通の人じゃないもんあれ。だ多分演技とかじゃないと思うしあれは多分ガチの人だから。 あれは不正受給だとは思わない俺さすがにもらってても、うん、なんか結構不正受給だとか当時ニコ生で騒がれてた,し騒いでたやついたけどさ、うん、セキシング来てほしいって人結構いた本当っすかツイキャスそんなやってないけどね YouTube の動画とかである程度こう見てくれてた人がいるからかなうん <laughs> ええー、ヤスオは今働いてる どっち <laughs> ポーナマなのそれとも働いてんのどっち生ポだよって人と働いてるって人がいるんだけどうん養分とは話したことあるあ一回だけありますよ多分みんなねあの知らないと思うけどその時代の時っていうか一回だけってか会ったことあるからねうん一回だけありますよ、うん、すっげえ昔だけどねもう。 うん、いつだっけあれだ俺がなんか R さんだのどうのこうのとか言ってる時だっけないつだったかなだかもうすごい前よ、うん、なんか俺がね何だっけなあのー、いや俺キャスバーとか行きたくないんだけどな,なんかそれもなんかの理由で行かされたんですよ俺の意思じゃなく R さんだったかななんだかよく覚えてないんだけど なんか知りり合いの人に無理やり行こうぜって言われたんだんだけどなかよく覚えてないんだけどなんか行きたくないのに行かされたんですよキャスはそしたらいたんですよその陽文さんがね、うん、でなんかあっちからなんか仲良くしてくださいとかって言って,言ってきてでああどうもはじめましてみたいなもうそれぐらいの会話しかしてないけど一応話したこともあんのあの一言二言レベルだけど、うん、でもそん時ってほら なんか今、ふわっちではヨーブさんってあの結構ほら、まあ有名な方だと思うけど、まあ有名な方ってか有名だと思うけど、当時まだ多分、あんまりそこまで知られてなかったと思う。うん。ああ、でも知られてたか、ある程度は。今ほどじゃないけど。うん。いや、ちょっと記憶曖昧だけどね、そこは。でもなんか、うん。なんかそういう感じの会話したのは覚えてる。もう相当前だけどね。はん。 2位が追い上げてきてるマジえあーああまあうん差が縮まってはいるけど一応まだ差がなくはないねあの相性総合の方が結構やばいやつでしょデイリーの方はまだ分かんない抜かされる可能性あるけど爆投げされたら多少まだ下がるかなうん いやいつだったかな,なんか覚えてないんだけどなんでかわかんないけど行かされた時なんだよねキャスバーなんか行きたいと思ったこと一度もないからなうんえー、パルパルとは話したことあるまあありますよてか会ったことあるからねそもそもがそもそもが2回だっかな会ったことあるからねそれもすごい昔だけどね うん、<laughs> なんだっけななんかあんま詳しく覚えてないんだけどなんだ,っけなんだっけなんだっけななんかわかんないけど新宿かどっかであったんだっけな,なんかあんま覚えてないんすよ詳しくは結構前なんでなんでだっけな,なんかなんかわかんないけど卓球やったんだよねそれは覚えてる。 <laughs> でなんかねパルパルさん以外にもいたんですよなんか他に配信者が何だっけな,なんかわかんなんで卓球やったんだっけな,なんか卓球やったんだよそれだけ覚えてるうんあそうだあとあれだあのうまい棒の時か あのプレミアムリスワンとかやってた時のうまい棒でなんかあの「エルマルちゃん」となんかこうなんだっけ一緒になんか来た時かそん,とそん時もそれが1回で2回目はねなんだかわかんないけどなんでだっけなよく覚えてないんだけどとなんかね卓球したことだけ覚えてるうんなんでだっけなあれなんで卓球やったんだっけな なんか詳しく覚えてない卓球をやったところしか覚えてないな多分だけどなんだっけな,なんか深夜にばったり配信者同士あったんだっけな,なんかそれでなんか他に多分配信者とかも何人かいてなんか近くで卓球で,できるとこあるから行こうとか言われてで確かそれで卓球やったんだよなんかそれだけ覚えてるわあんまりそこの他のところはなんかあんま覚えてないな何であったのかなとかうーん <laughs> あそうさあとうまいぼの時あったねあの相性なんかトム池さんち行ったやつか懐かしいなうわーなんかあん時なんかいろいろやってたなわなんか今記憶がよめがいってきたわうん <laughs> <笑><笑>うんあれもう相当前だよね何年前あれ あー匿名の方、ケーキャスタッキー見てる。タッキーね、ティックトックライブちょくちょくいるからね。うん。<laughs> サメ島生きてたときコラボして、懐かしいな。それも、それもありでしょ。あの、なんかプレミアムリスワンとかっていうやつのためになんかやったやつだよな。懐かしいな。うん。 俺なんかねもうあの時すげえつらかったの覚えてるわ俺基本的にあんまりさあの会いたくないのよなんかフワッチの配信者とあんまりみんながみんなじゃないよ別に会いたくあのあみん会いたくない人あ会,いたい会いたいって人はなかなかあんまいないかもしれないけど会ってもいいよって人は全然別にいるはいるんだけどだ会いたくないって人も結構いるわけよ俺の中でねだから俺あんま人と会わないじゃんでもなんか当時そのプレミアムリスワンってのやってて なんかそ,のそれがすごい、まあ、今ので言うナイスみたいなもんですよ今で言うナイスみたいなもんでなんか投げ銭じゃなくなんか来場者がどんだけ来たかによって1位が確か200万ぐらいもらえるんじゃなかったっけ1ヶ月の期間ででなんか2位とかでも確かいくわけ150万がっけな,なんかとにかく結構な金額もらえたの今で言うナイスみたいなもんですよでそれがあってでなんかもうはっきり言って俺はあんまり人と絡みたくなかったから結構一人で頑張ってたんですよ でもなんか周りがなんかコラボだコラボ、まあ、今のなんかこう,うなんかナイスの流し合いみたいなのたまにあるじゃないなんかコラボしてなんかそ,それと一緒でなんかこうみんなコラボしてどんどんなん,かこうなん,かなんだろうそ,のそれを増やしていこうみたいなまあ理想ポイントっていうのがあってそれを増やしていこうみたいなやり方やってて人でやるとどうしても不利になるのよどうしても不利になるから俺もすげえ頑張ってたから一人でうわーと思ってどうしたらいいねんと思ったら なんかこ安積さんもなんか誰かとコラボしろよみたいなお前だけ一人じゃなんか,かわいそうだみたいなことを言われたいとかあと声かけてくれた配信者とかもいてでそれでも,もうしょうがないと思って背に腹はかえられないみたいなでしかもその時なんか俺が R さんにはまってた時だったからなんかそ,それをなんかその賞金とかは R さんにあげたいみたいな気持ちもあったからなんかそういうのでもう苦肉の策苦肉の策じゃないえっと 苦渋の選択みたいなもので、もう絡む絡みたくないやつとも絡むしかないぐらいに思って絡んでた時期なんですよね。それ以外で俺基本的にあんま絡まなかったから、ただなんか今じゃないしとかさ。なんか毎月のようになんかこう,うんなんだ。上位者に結構配ってるけど、当時そのプレミアムリスワンっていうのは？あのなかったんですよ。そんなえこんなに本当投げ銭抜きでこんな1位200万とかくれんのみたいな。 3位とかでも確か100万ぐらいくれたんじゃなかったっけ本当にこれもらえるのみたたいな半信半信疑だったんですよ今じゃさあのナイスってもうみんなに配られてるから本当にこの金が配れんだねってみんな分かってると思うけど当時そういうのがない時にドカってこう来たからなんか何この激安じゃんこのイベントみたいな感じになって。本当にこんんななくれんのみたいな感じで 思ってたんだけど、でもまあ多分くれるんじゃねみたいな感じで。さすがにくれるって言ってくれないからおかしいから多分くれるとは思うけど、本当にくれるんかなみたいなところもあったぐらいの感覚の時だったうん。そう、だからそん時だよね。そん時も絡みたくもね配信者といろいろ絡むみたいな。あれ俺苦痛だったもん、本当に。マジで。うーん。だ良くないよね。俺ふわってのそういうとこ良くないと思う。 なんかもう配信者と絡,む絡んだもん勝ちみたいになってるじゃん。なんか、ナイスとかリスワンとかさ、流し合いし,し、放題みたいな。で、ふわっちの上位の人たちって、大体頭おかしい人たちだからさ、一般的に考えたらあんまり絡みたくないっていう人が多分多いんですよ。多分俺の考えは合ってるよね。なんかでも、 ふわっちに侵され人、されてる人たちって、その感覚があんまりないんだか、あったとしても、あの、お金に背に腹は変えられないっていんで絡んでんだか知らないけど、わかるでしょこの感覚これおかしいと思うのよね。はっきり言って。はっきり言って一人でやってるやつがかか、なんだろう、一人でやってるやつがかわいそうだと思うし、こういうシステムって。プラス、なんかその、うそう、変なやつと絡めば、お金が、 手に入るみたいなでなんか変なやつと絡むからなんか有利になるみたいなさじゃあ他の一人でやってる人は変なやつと絡まなきゃ不利になるじゃんみたいなこのクソみたいなシステムうんでも当時さなんか R さんにはまってた時でどうしてもその賞金とか取って R さんとなんかこうねそのお金でんかやりたいなとか思ってたからもう俺やりたくなかったけど本当になんか俺当時の頭ねやっぱ R さんにこう狂ってたともあったから。 今じゃ絡まないだろうなみたいな人たちってもう結構絡んでたんですよなんかなんかもう絡みたくないけどもうここは絡むしかねえと思ってうーんそう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 うーん海老蔵ぐらいかああナイスよね確かに上位でナイスとか一人で頑張ってるのって海老蔵さんぐらいっすよね確かにうーん確かにうん うーん <laughs> まあ正直きついとは思うよなんかやっぱ一人でやっててさなんか周りが絡みだしたらやっぱなんか、まあ、不公平感とかはあるわけじゃんなんかちょっとなんかうんまあ正直何かこれそういうストレスとかもあると思うからナイスとかってほんときついと思う精神的に一人でやってる時は人とかはほんと特にだと、まあ、ほとんどいないと思うけど 本当にコラボとかも基本しないでやってるのって多分上位だと海老蔵さんぐらいなんじゃないなんかいつもいるメンバーだと分かんないけど多分分かんないけどっていうか多分そうだよね今のメンバーあんま変わってないと思うんだけどうんあれは正直きついと思うよ <laughs> ああーてか終わってるあれ話してたらいつまでか12時に過ぎてるんだけどえな何位だった 何だった 一位だった。え、ちょっと見てなかったんだけど、話に夢中になってて。十二時になるとか忘れてた。え、本当一位っすか。あ、本当だ、本当だ、あの。コメントのリキタ取ったら、一位になりましたって、うわっちゅうから来てるわ。あー、ありがとうございます。そう、気づかなかった、話に夢中になってたら。なんか十二時になるの、気づかなかった。 あとなんかイベント感イベント感っていうかがなかったっなんかあのもう時間ギリギリだからって言ストロベリーアイテム投げるみたいな人もいなかったから全然なんか飛んでたらさなんかイベ,ンイベントっていうかそのあイベントがもうすでに締め切りだみたいな意識あると思うんだけどもう全然飛ばないからイベント感ないから忘れてたようんあ,ありがとうございます投げてくれた方ほんと多分今もういらっしゃらないかもしんないですけどいらっしゃらないかもしんないけど 投げてくれた方々ありがとう本当1位取れましたこれ1万5千円だっけこれ賞金来るでしょ<お>やでかいよ1万5千円ってだって花火えっとさ30発分だっけ30発分ですよ俺俺なかなか30発分って飛ばないからね賞金だけでありがたいわめっちゃありがとうございます本当に投げる方の金額で言ったらだって3万ですよ みんなが3万分のアイテム投げないと1万5千来ないからめちゃめちゃでかいわ。ありがとうございます、本当に。多分投げてくれた方今いないと思うけどね。この感じだと。まあそれかロムってるか、まあでも多分いなそうだけど。ありがとうございます。<laughs> ありがとうございます、本当に。1万5千マジででかいです。うん。<laughs> ありがたいよ、本当に。うん、今、まあ、こんなくだらないね。 ただだ喋ってるだけのクソ配信にありがとうございますこんなこんなに投げてもらってありがとうございます本当にうん <laughs> いや<ー笑> <laughs> 最高月収いくらいやこれだから前前ってこれちょくちょく言ってたと思うんだけど最高は300万っすね でもなんか今ふわっちとかだけで見てももっと稼ぐ人いるじゃん絶対300万以上若干霞む気がするんだけど今だとね今稼ぐ人が今昔よりどかってきてるじゃん多分稼いでる額がなんか上がってきてるじゃん若干そう言うと霞むかもしれないけど300万って超最近だからねうん最高は300万っすねは <laughs> は うーん<笑><笑>、はあ、<laughs> いやーありがたいマジでほんとにふわっちなイベントは出ないのか えなんかイベントああまあえっていうかイベントやってんのっていうかふわちゃんって毎日のようにイベントやってるじゃんそもそもイベントかどうしようかね <laughs> うんまあこの一応ほらエントリー制ではないけどこのいちごイベントもさ一応イベントっちゃイベントじゃんまあこれ非エントリー制なんだけどさうんうん <laughs> どうしようかな俺今日車で寝るか家帰って寝るかどうしようかなどうすっか車で寝るかまたここにどうしようかな家帰ろうかなどうしようふわっちイベントもやろうえー、でも多分投げられないと思うよ多分やっても俺そんなに うん、いや今日今日ってか正確に言うともう引替わったから昨日だけどこれは俺がなんかほんと久々にふわっちゃったから投げてくれただけだと思うみんなが絶対続かないもんこれで実際このイベントのさギリギリとこ、まあ、下がったんかもしんないけど全然投げられなかったじゃないこのイチゴイベントとか「下、まあ、さい」とかもあんま言わなかったけどあんまり意識投げてみたいなみんなが意識するようなこと言ってなかったけどさ後半はうん まあくださいイベント応援してくださいとか言わなきゃダメなのかなまあそれもあるとは思うけど言ってもでもそんな来ないと思うけどねうん <laughs> うんいや絶対この稼ぎは続かないっすよもう久々にやったからみんな投げてくれただけだよ絶対うん <laughs> 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 はあ,あー俺マジでどうしようかなーこれからあーどうしようかなほんとに永久版になった火薬とかについて一言うんいやだから俺が思うのは <laughs> ニコ生でコメントフィルターっていうのを一応オフにした方がいいっすよ火薬だるはうんうん <laughs> それしないとマジ悲惨ですよ本当にうんだってニコ生でやってたってもうかそってくのがもう目に見えてるからねうんうん <laughs> よいしょ コメントフィルターっていうのは <laughs> そのニコ生がデフォルトの多分状態でその悪質なコメントを弾いてるんですよ誹謗中傷になるような。例えば死ねとかゴミとかハゲとかチビとかいろいろあると思うんですけどま要するにそう誹謗中傷的なコメントをあのニコ生でコメントしたら。 AI がそれ勝手に弾くのよ自動で機械的にでその人がコメントをできないようにするというかまあできないようにっていうかバンではないのよそ,その人がコメントできなくなるわけじゃないんだけどそういう単語を入れなければねただそういうコメントを弾く機能みたいなのがあってそううん <laughs> それを弾そのフィルターをオンにしてる時点でコメントがめちゃめちゃ減るのよ でニコ生民ってまあこれ人にもよると思うあ配信者にもよると思うんだけど俺の場合めっちゃ減った俺とかって結構死ねとかゴミとか結構言われたりとかするんであのあとニコ生って結構厳しいからさコメントがうんなんか結構誰が書いたか分かんないような感じの匿名性が高いからニコ生の方がなんかふわっちとかよりもだからなんかねちょっとリスナーがやっぱ攻撃的なコメント書きやすいんだと思うんですよね でそういうようなコメントを全部排除しちゃうから、そのコメントフィルターで。それをオフにしないとでやばいっすよ。うん。ニコナマってそんなのあるね。なかったのよ。うん。だから多分、カヤクドラ知らないの、それを。カヤクドラがニコナマやってた時にはその仕様なかったんですよ。俺もニコナマやってた時にその仕様なかったの。俺がふわっちに来て、ニコナマ全然やってない時にその仕様が追加されたのよ。そう。 うん、そのコメント機能オンにデフォルトで多分なってるから俺の時確かデフォルトでなってたんですよ。それをオフにしないとコメントがめちゃめちちゃゃ減るんですよ、まあ、人によると思うあのどんだけ死ねって打たれてる、まあ、誹謗中傷的なコメント打たれてる配信者にもよると思うけど俺の場合めっちゃ減ったそれをオフにしないとダメよコメントがなかったらもうかそるかそる本当に。 ニコ生ってのはねコメントが流れて盛り上がってるように見えるからごまかせるのような配信があんまつまんなくてもコメントがバーって面白いコメントが走ればなんだかんだごまかせたりするの多少はそれができないから盛り上がってる感じにも見えないしそれは絶対オフにした方がいいようんあと火薬だれはなんかねアンチをブロックするらしいけどコメントそれも絶対にやめた方がいいうん もうにあのね火薬代はニコ生でコメント選んでられるほど人来てないからもう,、うん、うこれは昼間の配信でもちょっと言ったんだけどふわっちだとなんかそう炎上とか便乗とか結構扱ってる配信者とかと結構絡んでたりとかしたと思うんですよおそらく閲覧ある組でその人たちのリスナーが流絡んでたからその人たちのリスナーが流れてきたから閲覧あったのってのもあると思うし で、その人たちが配信してなかったら待機場みたいな感じも多分なってたと思うし、プラスパチおじさんっていう多分、あの、なんかちょっとしたなんかこう閲覧が稼げるツールというか、があったっていうのもあると思うんですよ。うん。で、そういうのがないじゃん、もうふわっちには。あ、ふわっちじゃない、ニコ生には。うん。ニコ生だと、そういうなんか、なんていうの、配信者のつながりがないのよ、火薬だるって。うん。 で、ニコ生で言ったら、例えば人を呼んでる人、横山みどりさんとかね、ニコ生ですごい人呼んでんだけど、あの人とかと絡みないね。ニコ生の人を呼んでる人と絡みないのよ、一切火薬だるって。で、そういう人たちの、なんか、おこぼれみたいなリスナーが流れてこないんですよ。待機場みたいなと、ん、時になんないし。で、ふわっちのリスナーって、わざわざニコ生まで追いかける人多分すげえ少ないから。うん。だからもう、なんていうの、人を集めてる人と絡めてないんですよ、ニコ生で。 だからってのもあると思う,ようんもうそれがもう一切ないわけじゃんニコ生行っちゃったら <laughs> そう <laughs> だらそれプラスなんか女ただでさえ人がいない状ね人が来ない状況が整ってるのにコメントとか選別したらもう絶対ダメだから もうもう、死ねとかゴミってコメント受け、あの、ありがたいと思わないとダメだよ、もう。本当に。コメントしてくれてありがとうぐらいに思わないともう絶対ダメ。そんなんブロックしてるほど、人来てないんだったら、そういうコメント見て、死ねとかゴミとかってコメント多少走っても盛り上がってるように見えるんだから、多少ごまかせるんだから。 あとなんかこんだけこの人死ねとかゴミとか言われて、この人どんな、どんな配信してる人、この人の人間性どうなのかなってんで、それきっかけに見る人も多分増える、多少はいるかもしれない。増えるってか、多少はいるかもしれないし、絶対ダメだよ。アンチコメなんかブロックしちゃ絶対ダメだし、あの、コメントフィルターも絶対オフにしないといけない。そんな、アンチとかを養分にしないといけない状態だから。 しかもニコ生だったら死ねでもゴミでもいいからとりあえずコメントがしれば多少お金になるのよクリエイター奨励プログラムつってコメントがあれば多少まあほんと小銭レベルだけど入ってくるシステムも構築されてるからアンチは養分にできるんですよニコ生のはやっぱりお金に変えれるんだからアンチをまあ大した額じゃないけどでもそれもチリツモちりつもでちょっとずつは来るからうん 絶対にあれね、火薬だれは、ほんとこれ、マジで、本当にアドバイスっていうか、絶対、あのね、あの、あれだよ。本当にもう、フィルターオフにすること、こアンチコメをブロックしないこと、これだけは絶対守らないとやばいよ。もう、どんどんかそってるよ、マジで、本当に。まあでも、これ以上はかそんないのかなもう、結構かそってるみたいだし。もしかしたら、ここがそこかは知らないけど。うん。それは絶対やったほうがいいよ。 フフンうん火薬さん TikTok やればいいのにいやでもさ火薬だって結構暴言がひどいでしょ多分配信で TikTok じゃあのスタイル変えないと多分バンされるよそ攻こ TikTok ってめちゃめちゃ厳しいからね言葉のなんか悪口的なものとかさ 人に対するヘイトスピーチ的なやつとか、めちゃめちゃ厳しいから、多分あのままや、本当にやりたいんだったら、TikTok なんか即番されると思うんで、実質できないと思うよ。あの配信スタイルを変えないと。ううんん いやどっちにしようバンサリンの多分時間の問題だからあのままなんかああだこうだ言ってる感じだとうんふうニコ生はブロックできるようになって火薬なんて速攻ブロックしてとっくに見えんそうだからねもう絶対ブロックしちゃダメニコ生はニコ生だけは絶対ブロックしちゃダメなとこだからほんとに いや、それでも、ブロックしてもいいのよ。それ以上に人呼べる人だったら、もうむず、ないじゃん、今、かやくだるって、それが絶対にもう。うん。<laughs> そう。なんだかんだかやくだるをネタにしてるお前は優しい。<laughs> まあ別に俺、かやくだるは嫌いじゃないからね、俺はね。別に。うん。別に嫌いじゃないし。 今度だから電話とかして言ってあげようかなと思って本当にそういや俺は分かってんのよそれでもかえくだるってさそれ分かってなさそうだからねそれコメントフィルター機能もそもそも分かってるか分かんないし多分分かってないと思うんだようんだって俺とかかえくだるがいなかったと時にニコ生にもう一切やらなくなった時にそのコメントキュフィルター機能っていうのがあの実装されちゃったから で多分デフォルトでそれオンになっちゃってるから分かってないと思うね多分うんでもさあれでしょかやくだのアンチとかからしたらさ余計なことすんなって多分思うんですよもっとかそるのが見たいから <laughs> でもね最終的に残るのってどっちかなんですよね火薬くだの本当に本当にあの応援してる あのファンかあの熱心なアンチのどっちかしか最終的には残んないのよだってそれだけかやくだりに興味があるわけじゃんよくも悪くも最終的に残るのってその2つのどっちかだからねそれか2つなんですようん <laughs> そうそれ以外のアンチとかはもっとかやくだりにかそってほしいと思ってると思うからうハん まあでもねそれは思いますほんとに絶対それはや,やんないとねやばいっすよほんとにうん。<laughs> <laughs> え妊、ー、婦どうも10分に1回アイテム通報されて,て警察来ても運営動か、ね、どういうことコメント規制されてるのかな ニコ生ではフワッチみたく閲覧ないんだ知らなかったいやだからね昔からニコ生見てる人はわかると思うけど火薬だるってニコ生じゃ全然だったんですよ。うんいやリアルな話をすこれ本当に持ってないですよ。持った話じゃなくあの俺の全盛期俺がめちゃめちゃ人呼んでた時だったら俺の閲覧とかコミュニティ人数とかの多分10分の1以下だからね火薬だるとか。うん 十分の一以下よ、俺の。で、なんか、ふわっち来てから、なんか、ある程度時間かけてから、閲覧とか上位組になったんだけど、いや、そうだよ。いや、さすがにそれは嘘だって思うじゃん。ほんとだからね。本当だからね。だから、火薬だるのお前、ニコ生、あの、ふわっちしか知らないから、それ言えるんだよ。俺、嘘じゃないから、マジで持ってないから。うん。ほんとだからね。それだけ俺は、すごかったし、火薬だるは、 あの全然人いなかったねこれ本当なんだようん、これ嘘じゃないからあの今のさなんかかえくだの閲覧と俺の閲覧をふわっちだけで比べたら嘘だと思うじゃん本当だからねうんマジで本当だからマジで持ってないよ、うん、<laughs> だからねあ,のあれですよあのー、なんだろう <laughs> だから、ね、その火薬だるってだからさっきも言ったけどあのフワッチの炎上便乗組となんかこう結構絡むようになったからその人たちのリスナーも流れてきたのとパチおじさんっていう人と結構揉めてたから閲覧があったりとかしただけであのなんだろ、うんまあ、結局そのコラボ組とかもそうじゃん人と絡んでる人たちって人と絡んだ方が閲覧持つからやってるわけじゃん。 そういうい感じなんで,すよでもどっちかっていうとニコ生ってあんまそんなフ,ラッチフワッチの人たちほどコラボとかしなかったんで当時、うん、基本的には1人ずつでやってた人多かったから昔まあ絡んでた人もいたけどふわっちってなんか年がら年中コラボコラボとか,なんかやってるじゃん,なんか同じようなメンバーが毎回集まってたりとかあったりとかしてるじゃんニコ生ってそれよりも昔のニコ生って1人で配信してた人が多かったんですようん でそうなるとやっぱりこう一人だけのなんかこう配信の内容でやっぱ結構人が来るか来ないかっていうの,あ,のあったんでで当時その火薬だるとかもねそういう配信者の絡みもなければなんかそう何ていうのパチオリさんみたいなこうなんていうのキャラが立つっていうかなんかそういう人とも関わりなかったしほんとひっそりと一人でなんかこう FX 配信してただけだったんだよ基本的には。うん いやだから本当に人いなかったからねマジでそうで今のフワッチってなんかリスナーを流し合いしてるような感じだからだから結局コラボしてる組がやっぱ強いじゃんどうしてもそうなるとうんでもフワ結局やくだるもニコナワ戻ったらさっきも言ったけどそのニコナワで人呼べる人とつながりないのよやくだるってで要するに横のつながりがないのよ人呼べる配信者のうん なるって多分知り合いっていうかそのコラボしようとか何かこう遊ぼうとかみたいなそういう配信者がニコ生までいないのよ、うん、だからそのお互いのリスナーが行き来しないの配信者同士のだからそこもかそる要因の一つよ、うん、結局 <laughs> だからもう一人ポツンって何かこう孤立した感じになっちゃってるっていうかそう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  だって知り合いの IC じゃ誰もいないでしょ多分ニコ生って火薬だるっていうかニコ生正直ニコ生民からしたら火薬って誰ってレベルだからうんいやあの火薬だるがニコ生メインでやってた時も正直火薬だルって誰ってレベルなのニコ生ででで今もあの今もねニコ生戻ったとてあの今のニコ生民ってマジで火薬だるのこと誰も知らないから火薬ってマジで誰ってレベルだようん いや絶対知らないから、うん、<laughs> あのねそれはねいやそうそれだったら安男さんのがまだ知名度あるわあの閲覧がね10ぐらいかもしん10か20ぐらいかもしんないけどマンゴルモアさんのがまだ有名だよ何倍も当時のニコ生知ってる人からしたら火薬だるよりもマンゴルモアさんのが何倍も有名ですよな、うんでかって言うとマンゴルモアさんって昔すごい人集めてたから その最,最近の人たちは知らないと思うよだか昔からニコ生を見てた人からしたら知ってる人もかなり多いと思う、うん、圧倒的に